どうも、ペです。お願いします。はい、僕たちは4月6日にザザハウスにて行われる超本気、打ち上げ争奪戦ライブに出演いたします。はい。3組ごとの2チームに分かれて、ライブ後の打ち上げをかけたバトルを行うライブです。対戦コムツがいくつあるそうで、現在僕たちが知らされているのは、チケット、枚数、ネタ、コーナーの3つだけです。うん。またチケット枚数に関しては勝敗に関わるだけではなく、チケットが売れた枚数かける100円が、なんと、打ち上げ賞金になります、うん、ありがとうございます。それでは一緒に戦ってくれる、ペチームの他2組に登場していただきましょう。どうぞ、ありがとう、ありがとう、集まってくれて。ありがとうね。はい、それでは自己紹介をお願いします。君だから。あ、文館の陣と申します。お願いします。お願いします。文館の梅野健太郎です。お願いします。お願いします。はい、お願いします。彼岸花の田中です。お願いします。お願いします。はい、凹凸カロリーメイトのメープル高橋。おい、違うだろ。ちゃんと自己紹介してくれって言ってんだ。もう一回頼む。はい、次。はい、灼熱の肉団子高橋です。違うだろ。進まないんだ、お前のせいで。もう一回頼むぞ。はい、はい、お願いします。鉄叩き大将軍の小山です。はい、お願いします。お願いしますね、皆さん。はい、ありがとうございます。小山さんと、はい、やっていきたいと思います。こちらのね、3組で頑張っていきたいと思うんですが、それではチーム名を、発表したいと思います。どうしよう、はい、テンポいいでしょ。焦ってるやん、うん、焦ってるかな。3パターンのもんでいいさ、うん、1パターンで勝負しない、うん、違うな。とコンセントあるのも誰か使うんわ。次あるから。チーム名発表します。どうぞ。はい、チーム名はなにわファイターズです。お願いします。どうですか、不服。なにわファイターズ。なにわファイターズ。俺、北海道日本ハムファイターズ好きで、なんかファイターズ借りて。どうですか、違うパターンも聞いてみる、うん、ちょっと違うパターン、はい、違うパターンで。それではチーム名いかせていただきます。僕たちチーム名は頑張れポッチャーズ。ありがとうございます。ポッチャーズ。ポッチャーズ。ポッチャーズどういう意味は、うん、意味。いやないっすよ。意味ないっすね。キレてる。キレてる。なんでキレてる。意味ないっすよ。なんでキレてる。ないっすよ。ないっすよ。怖い。ないっすよ。意味ないやろ別に。じゃああんのか、意味あるチーム名誰か言えんのか。お前ら言えるなら言えよ。あと3つぐらい候補出してる。あと3つ今2つ出してるのに、うん、いやいや、おいおいおい、そっから選びたい。あ、もうどうする。じゃあ連続で、連続で3つ言ってくれ。僕たちのチーム名は、シャリシャリ、お寿司握りーず。どうですか。はい、もう1つ目は、バンバンスモーキーズ。あー、いいね。はい、次は、だし巻き大好きーず。どうすかね、皆さん。はい、どう。もう合計5個出ましたけど、どういう意味か分からん、うん、意味が分からん。意味ないってことで、意味ないっすよって言ってるやん俺は。意味ないっすよ。なんで意味がなさすぎ。なんで意味あるの。意味あるの言うだろお前、うん、ボッキーポンソ。ボッキーポンソ。意味ないだろ。意味ないだろ。ありますよ。どういうことですか。ボッキーポンソ。はい、じゃあそれでいい。はい、ボッキーポンソ。大丈夫ですか。決まり。ダメでしょ。ダメでしょ。いや、これぐらいはいいでしょ。だって文字にするんだから。これぐらいはいいでしょ。これぐらいダメだ。ポッキーポンソ。ポッキーでいいでしょ。ポッキー。ポッキーでじゃあいいですよ。使えるように、ポッキーポンクソ。ポッキーポンクソ。はい、じゃあ僕らポッキーポンクソ。はい、チームポッキーポンクソです。はい、お願いします。それでは、はい、最後カッコンビ、はい、意気込み、意気込みお願いします。
はい、じゃあ、ヒガンバだから。はい、いきます。軍艦さんから、はい。ポッキーポンゴゾの軍艦です。はい、お願いします。どうですか、質問には。名前に恥じぬように頑張っていきたいと思います。本当に。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、ヒガンバ。ポッキーポンゴゾの坂本です。はい。そうですね、もうカチカチうんこみたいにコツコツと頑張っていきたいと思います。何言ってんねん。じゃあ最後、ペンチームとしてカクお願いします。はい、はい、ポッキーポンクスをカクお願いします。はい、はい、まあね、その、みんな集まってくれたので、はい、まあまあちょっと、片山義雄 の、はい、あのお決まりの応援ギャグを、わーっと最後、見れるんですね。それで締めさせていただきたいと思います。じゃあ、じゃあ、お前のやりますあ、こっちにこっちになんでなんでああこんにちは、トキオリピートです。行こうかー。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、僕たちはなんと4月6日にザザハウスで行われる超本気打ち上げ争奪戦ライブに出演いたします。来ました。待ってました。待ってた。遅いです、来るのが。前回タイムキーパーがね、やってて、はい、来るんじゃないかなと思ってましたけど、僕らにリーダーを任せられた。やっと来ましたよ。ありがとうございます、はい。このライブはですね、3組ごとの2チームに分かれて、はい、ライブ後の打ち上げをかけたバトルを行うライブです。打ち上げ一番したやつ。対戦項目はいくつかあるそうで、うん、現在僕たちが知らされているのは、チケット枚数、うん、ネタ、はい、コーナーの3つだけですと。はいはいはい。で、他にも多分なんか何や何やらあり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 らえ、あります。噛む。いやいや、おかしいおかしい。あります。噛むか。もっと噛みたいとこあったけど。あるみたいです。はいはい、あるみたい。他にもあるんですけども、はい、そしてチケット枚数に関しては勝敗に関わるだけでなく、はい、チケットが売れた枚数かける100円が打ち上げ賞金になります。でかいね、これは。だから売れた分全部誰が売ったとかじゃなくて、買ったチームが、はい、あ、なるほどね、みたいなことか。すごいな、かける100、はいはい、だ30枚売れたら3000円。あ、じゃあめっちゃ売らなあかんな。だから100枚売れたら1万円1万円な。売りたいね、そんな。これはちょっとほんまにめっちゃ旺盛に行きたいからね。はい、お願いします。それでは一緒に戦ってくれるトキオリピットチームの他の2組に登場していただきましょう。はい、どうぞ。どうも。来ました、ホタルビだ。こんにちは、ホタルビです。お願いします。はい、しゃー。噛みすぎ。マジでなんでこんなリーダーやねん。何がやねん。ほんでこっち見てたし。それはほんま意味わかんない。ほんまにこっち見て助け求めるぐらい手を食ってた。はい、あれもう一組は料理がしてくれと。あ、まず2組。もう一組ちょっと仕事の都合上、はい、告知撮りに来られないということで、はい、動画をいただいておりますということで、はいはい、こちらご覧ください。仕事の都合上ということで。そんな売れてる人誰ですか。すごい、すごい大物。マジで大物読んだみたいになってるけど。そんな売れてる。バリ大忙しってる人。先輩お願いします。どうも、白熊です。売れてへんやないかい。なんて言われてる。争奪戦、打ち上げ争奪戦ライブ。いや、素敵だよね。呼んでいただきまして、ありがとうございます。で、会場の方がですね、会場の結構まあ大きいところになってますね。そうなんです。今回会場の方がね、ちょっと油っぽい会場になりますけど、気をつけてきてくださいね。油っぽい。はい。どこなん場所。マクドナルドで今回やります。なんでやねん。あ、ちょっと全然違うやん。あ、ちゃうかったか。全然違うやん。あれ、どこやった。あの、皆さん間違わないようにしてください。はい、今回の会場は、うん、王将です。どこでやんねん、それ。やるわけないだろ、そんなとこで。あれ、ちゃうかった。ちゃうやろ、お前。そんなんちゃうやろ、我々ね、新しくコンビ組ましてもらって。そうなんですよ。白熊というコンビになりました。はい。はい、で、もう見て分かる通り、男女コンビでやらせてもらってまして。そう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 。私は綺麗な女。何がや、お前。
おい、ちゃうか。違う。どう見ても違うやん。ごめんなさい。もう一回ちゃんと言います。ちゃんと言います。僕らね、白熊というコンビで、はい、男性と飛行機の新しいコンビでやってます。ビューンってそのままアナみたいに飛んでったのか。ちゃうんか、お前。いやいやいや、お前トイレのアウトや。いやいや、メンバーチェンジ。待って、いや不安すぎ。怖いね。だから蛍火と白熊と僕らで戦うということ。ちょっと嫌やな。嫌なんだが。嫌なんだ。どこで撮ってんのこれ。背景なんか。俺はめちゃくちゃ好きやねんけど、音だけいらんかったな。いや、もっと音いらんね。全部でした。いや。じゃあ白熊さんと、うん、ってことですか。そう。はいはい、ドキョルビートが読んだのは蛍火と白熊ということ。読んだ。なんやって。読んだよ。え、どっか呼んでくれ、いや、ありがとうやけど、うん、ダメでしょ。これに関しては、おのおの可愛がってる後輩をやっぱ戦力にして、はい、勝ちたいなということ、打ち上げもするわけやから、はい、そうやね。で僕で言ったら、もう太一郎、絶対そうですもんね、ダントツ太一郎、だから蛍火も最高、はいはいはい、で、時を可愛がってるのが白井、はい、白熊の白井が、一応時を海賊団っていうグループがあるんですけど、はい、それの、はい、軍団員なんで、うん、だから、読んだんやけど、はい、いや、音さえなければ音とか足とかすぐ出てたから、はい、まあ、ちょっとその本番は音多分ないと思うんで、多分いけます。多分ないと思うんでいけます。可能性あんの音何がおもろい。何が確かにね、耳真っ赤だって全部カットせ、もう不安やわ、全部カットせこの動画。頑張ろうや、もう。こっちかかんねんぞ。俺もさっき神田もそうやけど、ちょっとリーダーやるからちょっとなんかかまさなあかんと思って、うん、確かにね、今ボケてちょっと意味分かってもう不安、もうマジ2人でいいっすわ、そんな。なんでやねんお前、マジで不安すぎる。俺らおった打ち上げ楽しいぞ。打ち上げだけね今んとこ楽しいぞ今んとこね。一応そのチームの、はい、軍団名、はい、チーム名をちょっとね言わなきゃいけなくて、はい、どうする、ちょっと、軍団名は、はい、決まってる、あるんすか。もう決まってます。はい、何ですか。トキオ海賊団です。さっき入ってないねん。さっき知らないじゃん。俺らのこと関係ない。関係ないやん。え、マジ。よくあるその合併と一瞬合併するみたいな。リピート軍団と一瞬合併みたいな。一瞬合併するみたいな。よくある。飲み込まれた形から。トキオ海賊団にリピート軍団が。はい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 。なるほどね。ルフィとローみたいな感じですね。東京海賊団として今回は、はいはい、なるほど、乗組員として、はい、6人で、ペ軍団に立ち向かうという。なるほど、ペ軍団、はい、他になんか、はい、いろんなその、ね、勝負があるらしいんですけど、はいはい、なんかほんまにどの項目か分からへんと、うん、だからコーナーで活躍した人とか、はいはい、前回出たそんなのがあったらしくて、うん、あ、そんなの何の項目があれば僕ら勝てるんかなっていう作戦会議じゃないけど個人賞的なことですね。そうそうそう、あるみたいな。それは人の悪口、ちょっとね、あなたの悪口言うなんか任してって感じ。ほんまに頑張ってくれる。一番コンビ間で言い合ったとかやったらぶっちゃうかもしれない。白熊どうなんやろ。俺らとかやったらまあってありそうやけど、別に言い合うとかじゃないな。仲いい。白熊は白熊さんは、うん、それはあのみんながネタやってる時に、うん、ネタも見ずにどんだけタバコ吸うかって言うなよ。裏のこと、裏もカメラタバコほんまない。一番吸った人、点数は全然1位やと思います。勝てるかなマジで、はい、誰が測ってんのタバコ裏まで見て1点1点1点つけて、はい、いやそれは得意でしょう。かそうや、チケットノルマとかもありますからね。ちょっとチケットノルマで言ったら僕マジで売りますよ。いやいや、そう、僕らも山盛り、ほんまに山盛り、山盛り売っちゃおうぜ。それはマジで。そうやったっけ、お前にそのチケット売ってるとこ見たことないわ。あ、ファンはね、はい、ファンには売れてない。ファンには売れてない。え、それ以外にもすごい売れる。もうほんまに友達、うわー、超良いタイプなんや。マジでよさこいの絆があるから、ね、普通に言わせてくれよさこい自分がやってるけど当たり前みたいな。違う、分からん。全国から集いますよ、よさこいの仲間たち。よさこいダンス、よさこいです。ずっとやってたやつね。ダンスだけど、知らんねん、それ。よさこいのプライド、はい、呼びますよ、だからよさこいの。4月6日、はい、4月のもう頭から始まるんで、そこに向けて友達を呼びまくります、はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。最後にちょっと各コンビ、はい、意気込みお願いしますってことで、はい、なるほど。蛍火、はい、からちょっと意気込みある。いや、蛍火はですね、どういう発表を口に行く。ちょっと聞いたら、うん、ペイが、うん、なんか大西馬穴やと言ってたよ。言ったって言われてる、ペイが。そう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 、
マジで核が穴や。あっちはマジで核が穴や。お前や、ね、お前が穴や。そこの直接対決おもろいかも。核が、いいね、確かに。あの、よしおに全部任して何も喋らん、お前が穴や。核。いいぞ。俺じゃない。ちなみに核は、あの、大西馬が、あの、なんかそういうみんなが平場で遊んでるときに、うん、ちょっと待ってって言ってから普通のことを言うって言って、ええやねんかい、別に。ええやろ、お前らバチバチや。ええやろ、めっちゃバチバチや。違う、もうそれやったら、まあ白熊さんあれですけど、そうやな、リーダーリーダー、僕ら全員には何の恨みもないけど、そうやねん、何もなんなら僕仲いいから。そう、41としかも44でしょ、3期も下の後輩にね、はい、めっちゃ申し訳ないけど負けるわけいかんからね。いやでも、はい、ほんまに打ち上げとかやったら絶対こっちの方が楽しいと思うねん。それない。マジで楽しいやろ。いや、それは仲いいよ。それは楽しいの。もう満場一致です。もうマジで、はい、あの、ほんま裏方の人も楽しめるな打ち上げ口あるんで、マジで楽しみです。私も入る。多分逆に気使って入る。入るやつ。マジで楽しみです。やめろ。マジで。これは顔赤い。入り払い。顔赤い。まあやるしかないね、勝ちまくろう、絶対、はい、それはね、全勝で、完封、完封勝利、完封で勝負、完封で勝負、マジで、はい、そうやな、やるしかないよ、それ目標でいきたいと思います、うん、はい、はい、というわけで、チケットは好評発売中です、はい、はい、手売り置き付けもございますので、ご連絡の方よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。あ、もう終わ